西の表市にある若さの墓。祖鉄の根元にある、小さな石が墓で、右に立つのは、若さただ妃は若さの墓地のそばに立つ海音寺、長五郎の火火、若さ没年不詳は、日本の戦国時代の女性。種子島の刀舵、焼いた金兵清定の娘である。天文十二年の鉄砲伝来の際、ポルトガル人に嫁いで金兵衛の鉄砲国産化に寄与。 したという伝承がある。焼いたけケ図ズに、女子若さ大英7年4月15日生。母は、奈良原氏の娘。天文12年8月、暴領宿舎に突起万国に至る。天文13年晩戦に合死期たり不死者を見る。数日して、若さ大病にて死亡たると偽り、感覚を当てて、上がりそうす。万人これを見て、涙を流さずとの記載がある。 これは、現代語に訳すと、女子若狭大英7年4月15日生まれ。母は、奈良原氏の娘。天文12年8月に、無料宿舎についで外国へ行った。天文13年に、外国船に乗って帰ってきて、不死は、再会を果たした。それから数日経った時、若狭が大病にかかって死んだと偽って、棺に入れて、葬儀を行った。 外国人はこの様子を見ても涙を流さなかった。という意味になる。この記録が史実であれば、日本人と西欧人の結婚としては、日本初のものである。天文12年、種ヶ島に南蛮船が漂着し、日本に鉄砲が伝来する。種ヶ島市、第14代当主、種ヶ島時高は、ポルトガル人から2丁のひなわ銃を2000両で購入し、 射撃術を習った。時高は、家臣の笹川小四郎に、火薬の調合と製法を刀鍛冶の焼いた金兵衛に、鉄砲製作を命じた。火縄銃の国産化には、ネジの技術が、最大の難関となった。金兵衛の製作する銃は、汚染を短接して固定したため、発射すると、汚染が吹き飛んだり破損したりして、失敗の連続であった。 南蛮人のひなわ銃は、銃身の内側と汚染にねじ切りをして、汚染をねじ込んで固定してあったのだが、当時の日本には、ネジの観念がなく、金兵衛には、銃身の底を強固に塞ぐ方法がわからなかった。思い余った金兵衛は時高に銃を壊して調べる、ことを願い出るが強化されず、苦悩する。父のために、娘の若さは、ネジの秘密と引き換えに、 南蛮人に嫁いだとされる。ただし、この若さとネジの話は交渉のみで、立証する資料や記録が残っていない。父母を思う心が募った若さは、次の歌を読んだ。月も日も、日本の方ぞ、懐かしや、我が想親のあると思えば、若さ西の表四天神雲の白墓地に、若さの墓とされる石があり、付近に、若さ忠高日、小説家、 海音寺長五郎の火痢が立っている。哀れここ、若狭の墓か白車の、もろくかむ上がるの海の辺の丘、海音寺長五郎プリンセス若狭。ありがとうございます。